これで、オッシン氏ね、どういう経緯でオッシン氏とかこのおめでだとかってなってるんでしょうね。ちょっとそのあたりもまたちょっと調べてみようかなとは思います。とりあえず一度命令のあたりなんか何これ、朝日聞いたことない言葉だ。何、あ、ちりめんって読むんだ。これでちりめんの記念碑、性能から尾張西部にかける一帯は江戸時代から、織物が盛り、そうですね、あの一宮も有名ですからね、あの織姫様のね、やつで七夕祭りにつながってるっていうねところもあったりしますし、で、岐阜はちりめんの産地でした。特に昭和の半ばまではこの加賀島市橋地区を中心に生産され、丹後長浜とともに、丹後は奥の方ですけど長浜は近くですよね。ここからあの関ヶ原の山を越えた向こう側にありますよね、長浜って。で、ともに、三大宿ちりめん産地と呼ばれてたらしいです。朝日ちりめんで、朝日ちりめんっていうのが加賀島村江崎の稲葉、稲葉、ああそうですね、これが、稲葉山、今の金華山ですよね、のところにつながってくる、ところですかね。考案で折り方などに工夫をして新商品として出されたものです。で以降、岐阜のほとんどのちりめんをこの方法で織られ、織物産業が一段と盛んになりましたよと。へえ。でそれを記念した品なんかもあるんですね。ですから歴史的に言ったらこっちがね、あの奈良時代のね初っ端っていうね、もう地位等級でね、古い、歴史、長い歴史を持ってしまってるんであれですよ。とはいえこっちだって江戸時代ですからね、普通のところで言ったらめちゃくちゃ歴史ありますようなところになってくるんですけどね、まあ完全にちょっと隣が地位等すぎますね。まあすごいな、すごいですね。で、まあ、せっかくね、こっちまで歩いてきましたから、このまんまね、ちょっと、この周りから、中山道の方を抜けて、ちょっと帰りはバス使おうか。疲れたな。一応バス停の方行ってみよう。行ってみよう。そうしましょう。で、そっからね、またちょっと考えましょう。いやー言うて十分歩きましたからね。じゃあとりあえずこっちがいわゆる参道になるのかな。いい感じですね。さあ加賀島古市場南口地下のすごい、あ結構いろんなお店があるんだ。へえ。いろんなお店があるけど、え？そこは駄菓子屋さんなんだ。そんな分かりやすく駄菓子って今あるんだ。すごいな。しかも新しいな。建て替えたんだね。すごいね。これからも。すごいな。普通こういう感じですよね、駄菓子屋さんっていうと。だけどめちゃくちゃ綺麗な駄菓子屋さん、これからも町の子どもたちがね、買いに来れる感じですよね。あいいな、ね、やっぱ古いね昔ながらの駄菓子屋さんでもいいですけどね、あもうこのおばあちゃんがねおらんくなったら終わっちゃうんやろうなっていうところが多い中で、こうやって新しいところが出てくるとね、あの要は家の中に入ってるようなね、その駄菓子屋さんみたいなのもまあまあもちろんありがたいんですけど、ああいうザね現代のザ和菓子屋、駄菓子屋っていう感じがねいいですね。ああ素晴らしいじゃないですか。へえ。まあもう完全に岐阜市なんですけどね。ここら辺どうしようね、タイトル。まあでも一応あそこがね、穂積駅の構内に書いてありましたからね。そうそうそう、構内に書いてあるやつを巡るってことなんで、まあ一応趣旨には反してないですからね。よし。とりあえずこの辺りかな。あの一つはね、
一応ちょっと地図見てみましょうか。さあ、厄介なことになりましてね。で最後にあの、案内に出ておったね、4つ目のところ遠京寺、ね、試しに行くならどんな感じなのかなと思って見てみたらね、生実家行けん距離ではないみたいですね。まあバスでだいぶ行かないといけませんけど、こっから、10分ぐらい歩いたところにある鍋島、加賀島製菓3丁目っていうバス停から乗り換えなしでね、一応北方のバスターミナルに行ったらもうそこから444メートルで行けるらしいです。あー行くか行くか、こうなったらやっぱ完全制覇ってね、最初に歌っちゃいましたからね。今14時12分、西加賀島ですからダメですね。一回ちょっと当人には出ないといけないみたいですけどね。いや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 、でもこのバスで来たらすぐ近くは近くなんですね。で普通はこっちだと、あこっちでもダメか、ああこれ岐阜の方行くんだ、うん、岐阜駅の方に行くからあれですけど、このちょっと南の板、ここに行けば、この北方バスターミナルってところに行けて、このバスターミナルに行ってしまえばどうも簡単に行けるみたいです。言いとったらバス来たね、うん、西加賀島あれだとね、ただあのバスターミナルの方には行かないらしいんで、でかいバスで走るんだね、すごいな。ただバスの時間まではだいぶあるんだよね。とりあえず出て、あれだったらちょっとご飯食べとったらいい時間になるのかな。はあ、あここも駐車場になったら広いな。駐車場いっぱいありますね。やっぱ車で来るのには全然便利ですね。港コーヒーとかなんかあるし、すごい。お店はどこにあるんだろうね、これ。松屋製菓、ああ。お餅屋さん、お菓子屋さん、和菓子屋さんって感じ。で、ああ、ここもコーヒー屋さんのあれになってるな。いや、こういうところ歩くと楽しいですね。ちょっと、ここはちょっと歩道が全然ないんでね。ちょっと、歩きにくいのは歩きにくいですけどね。ああ昔ながらのお菓子屋さんもあるし、今日はやってないかな。ペリカン瓶あるよ、懐かしいペリカン瓶のマーク。何あれ、見たことないんだけど。すごいな、いろいろあるな。あでここが港コーヒーなんだ。へぇー、あ、めちゃくちゃおしゃれ。へぇー、5時までで、あー、まだランチや、14時、あ、もう今カフェタイムに入ってんだ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃお客さん、ほぼ満席だ、すごい。めっちゃおしゃれな店じゃないですか。逆境でどれぐらい見えとったか分かりませんけど、うわぁ覚えとこう、ここね、港コーヒー。へぇー、あ、これ裏側にもあるんだ、駐車場。へぇー、で、リックスもあるよ。うん、卵が何、え、10個入り400円の卵、しかも月2回しか入荷しませんって、何何何何、もみじ卵めっちゃいい値段するけど、
10個400円って言ったら普通の相場の倍ぐらいしますもんね。だいたい普通の卵だったらサイズにもよりますけど、まあ190円、200円ぐらいで売ってますよね。すごいな、なんとす。もみじっていうから、色がちょっとあれなのかもしれませんね。赤玉まではいかないけど、ちょっとピンク色みたいな、ね、よく桜色なんかって言ってね、売ったりするやつが、専門的なところだとあるんですよ。うちのところでもね、淡路島に行った時に、ちょっとちらっと紹介させてもらったことがありまして、ね、そういうような感じなのかな。へえ、すごいな。いろいろありますね。どこもでも、さっきのお店もすごい。ちらっと、肉眼でね、私の肉眼で確認した限り、めちゃくちゃ、地元の若い、女性の皆さんが、スラッと揃ってる。あと、カップルな方もね、ちらちら見えてましたね。いや、すごいな。で、バスも走ってくるし。ここはパエリア。パエリアとピッツァ。地中海ね。ああ、なるほど。そういうくくりできたんだ。で、これは高宮。これに乗ったら、岐阜の方まで行けるみたいね。JR の岐阜駅。うん、だから、まあまあ、便利は便利ね。全然。岐阜駅から来れちゃいますからね。へえ。で、ランドリーがあって、ちょっと待って、50円。嘘でしょ、こんなと、こんな何気ないところで50円ってそんなわけないでしょ。え、マジで？ガチンコ50円じゃん。ちょっと買っとこうか。もう、まあ、もう、カオスは極めてますけどね。ホットレモンが冷たいよ、売ったって50円とかね。もう、突っ込みどころいっぱいありますけど。え？ホットカルピスが冷たいで50円って、もうや、これ。え？ん？え？いや、気になるから買っちゃおう。ホットカルピス冷えてたら、ただの普通のカルピスだろうな。だったら50円で美味しいんじゃねえの？ちょっと、これ行ってみよう。お、帰ってきたよ。ちゃんと450円帰ってきましたよ。うっそ、50円だよ、本当に。本当？お、ホットってなってるけど、思いっきり冷えた状態で、普通にカルピスじゃないですか。え、マジで？すげえじゃん。なんで？コカ・コーラも50円だよ。まあ、サイズがちっちゃいあれだけど、いや、一応ホットカルピスはホットでも売ってんだ。うん。でも、もう今日暖かいんで、全然、ホットでいいけど。うん。当たり前じゃ当たり前だけど、冷えてるから普通に美味しいカルピスだよ。しかもちょっと濃厚な。うめえ。マジかよ。50円はやられたな。すごいですね。いやー、ありがたい。こんなちっちゃいのもあるんですね。なんかすっかり、あ、こんにちは。すっかり、うちは。床屋さんのくるくるを映すチャンネルと貸しつつがありますけど、やっぱこういったところ回っていると床屋さんのくるくる見るの楽しいですよね。結構違いありますもんね、あれ。へえ、ここは病院だったのかな。あ、そうですね、病院だったんですけども閉まっちゃったみたいですね。で、なんかお食事どころも出てきてますけど、三笠山、いや、
このつもりで歩いてると楽しいな。びっくりした。ここ午前0時までやってんだ。まあ今時短営業かもしれないけど。意外、そんな時間までやってるところあるんですね。ここは長ちゃん今日休んでるな。あ、居酒屋だったんだね。へえ。いつになったら通りに出るんだこれ。まあここも十分商店街商店街になってますからね。楽しいけど。へえ。あ、ここもえらい再整備が進んでますね。綺麗。まあ周りにいろいろとありますし、いいですよね。お酒屋さんもちゃんとありますよね。丸宮、丸宮酒店。文具店は、これはもう決まっちゃってるのかな。うわぁ、うわぁ、また懐かしいな。懐かしいやつ。飾ってありますよ。なんだかな。いや、見てもわかんねえよ、俺。へぇ。ただ、あれだな。どうやら私は完全に道を間違えてたみたいですね。だろうなぁ。なんか間違ってるような気がしたんだよな。本当はこっち側の方を歩かないといけなかったみたいですけど、あー、私そうですよね、日の位置からしてみたらほぼほぼ西に向いて歩いてますから、南に行かなくちゃいけないのに。ああ、めちゃくちゃ歩いてる。まあ方向としてはその北方の方面といえば方面なんで、大間違いではないんですけどね、相当オーバーに歩いてますよこれ。次どっかで、あ、じゃあもうこのまままっすぐ行って通りにぶつかった方が早そうだな。よいしょ。こっから北方まで歩いたらどれぐらいなんだろうな。歩くの、いやー歩きはきついぞ。さすがにきついな。もうこれで普通にバスも行ったね、そっちに。もうこの堤防でもう鹿児島の方ですからね。よいしょ。まあ歩きだったらこっちの方が行きやすいから、足渡らずとも通りに出れそうかな。出れるな。よし。言うて今日昨日から合わせたら俺何時間歩いてんだこれ。そうや、昼飯も食べ損ねてますしね。はあ、でこれで大通りね。